やっぱちょっと違うよ。やっぱジャックの家族の証言によると、当日の彼は確かにパパを、カーレスを殺そうと考えてた。ただ彼は結局そうしなかった。逆にカーレスに全てを打ち明けて助けてもらおうとしたの。当然黒幕側もこうなることをとっくに予想してた。だからもう一人の刺客を送ることにしたんだと思う。その人物はまず銃でジャックを殺害し、次にカーレスを殺そうとした。でも逆にカーレスに銃を奪われたの。事件現場には服がいくつか残されていたの。それはジャックが変装して人目を避けるためのものだと警察隊員は以前そう認識していた。けど今にしてみると、あれこそ現場に第三者が存在していた証。犯行時に人が溶けたことを意味する証拠だと思うの。そしてさらに、あの日は雨が降っていた。つまり溶けた人の痕跡を隠蔽するのも容易だったというわけ。容疑者はさぞほくそ笑んでたでしょうね。そして黒幕はその3人目を水で溶かし、ついでに濡れ衣をカーレスにかぶせたってわけ。これこそがあの事件の真相よ。そういうことだったんだ。つまり原始大海の水っていう危険なものがもう何年も前から使われてたってこと？実に理にかなっているな。これでカーレスさんとジャックさんの動機にも説明がつく。そもそも互いに手を出していなかったと。被告人、今は原告側の主張に対する反論のみを発言していただきたい。いや、私はただナビアの言うことはもっともだなと感心してな。しかしさっきの彼女の話には私を直接指す内容はなかった。では僕から質問していいかな。僕が思うに問題点は主に2つ。1つ、君のその推理だけど、それを証明する証拠はあるのかい？申し訳ありません、証拠はまだないんです。証拠もなしにペラペラと喋ってたの？今はまだないけど、証拠を見つける方法はあります。あの日現場に残されていた服をちゃんと調べて身元を洗えばきっと。それに当日行方不明になったものの記録を調べれば何かしらの収穫を望めるはずです。あの時すでに少女失踪事件は起きていました。警察隊も失踪者が少女かどうかに関わらず手を抜くことなく調査に当たっていたと思います。なるほど、僕もそれには同意する。ヌビレット、この線で調査したら何かわかるかもしれない。なんだか今日のフリーナ様、いつもと様子が違わない？また恥をかいてしまわないかと内心怯えていらっしゃるのでしょう。もしくは先日危うく他人に濡れ衣を着せてしまいそうになったので、より慎重かつ真面目になっているのかもしれません。僕からもう一つ質問だ。その後の決闘についてはどう説明する？もし真相が本当に君の推理通りのものだとすれば、カーレスが反論しなかったのには疑問が残る。人が解けたと証言すれば、少なくとも審判の際に抗う余地はできたんじゃないかな。その点については私も考えたことがあります。でも答えは簡単。そうしたくなかったからです。連続少女失踪事件の犯人にとって確かに原始大海の水が持つ力はとても重要な秘密でした。パパは、カーレスはそれを暴露することも隠すことも選択できたのは事実です。けどあの時スピナディロースらは情勢が不安定で
カーレスの人望も地に落ちてる状況でした。そんなタイミングでこれほど重要な手がかりを公にしても、犯人を引っ張り出せるとは限りません。私を守ることは絶対に無理だってパパは分かってたんです。当時お嬢様が少女失踪事件のターゲットとして選ばれてしまったと、そうボスからお聞きしております。なんだって？原始大会の水の秘密を公にすれば、数年前から犯人とスピナディロースらの間で激しい争いが勃発していたはずです。そうなってしまえば私だけでなく組織のみんなも危険にさらされてしまいます。けど仮にそんな状況になったとしても、警察隊は事件の真相を明らかにできたでしょうね。そしてきっとスピナディロースらは無実だと公正な判決を下してくれてたと思う。でもその公正に何の意味があるんです？誰を守れるというの？その公正さに、この歌劇場に少しでも正義を期待できるのなら、パパはそもそもスピナディロースらを立ち上げるなんてことはしなかったはず。けどその秘密を隠すことを選べば、互いに弱みを握ったまま睨み合いの状態を維持できます。私がスピナディロースらのトップになれば、連中はますます私を消すことが難しくなる。より時間を稼げるようになります。そして全ての真相を明らかにし、準備を整えるんです。この歌劇場ではなく、この私が真実と名誉をパパに返すの。つまりカーレスはわざと死を選んだと君は主張するんだね。そうです。証拠は？もちろんあります。他でもない、パパの決闘相手だったクロリンデです。あんたの謝罪も、あんたの自責も、あんたの世話も、私には必要ない。私に負い目を感じる必要もない。でも、パパに頼まれたんでしょ？だったら、あんたはその期待を裏切るべきじゃない。ふむ。では、決闘の時、カーレスが死を望んでいるように感じたかい？はい、感じました。決闘代理人として、私は数えきれないほどの戦いを経験してきました。不名誉な者の命もこの手で数えきれないほど処してきています。様々な人の生命への渇望もこの目にしてきました。燃えたぎる者、揺るぎない者、狂気じみた者、歪んでいる者、それゆえ私には一目でわかるのです。生を求める人と死を求める人の違いが、決闘代理人としての立場と名誉にかけて誓います。カーレスさんは生きようとする意志を持っていなかったと。ならば僕から他に質問はない。どうやら過去のあの事件は本当に再調査する価値があるようだ。私も同感だ。だがナビアさん、この事件と君が告発する者の関係性を我々はまだ聞いていない。確かにそうだな。さっきの推理は見事だったけど。あれ、少女失踪事件の話じゃなかったっけ？もちろんあるよ。この2つの事件の関係性はタイミングにあるの。当時この事件で黒幕はジャックとカーレスの両方に死んでもらう必要があった。だから銃声を2回聞いてから手を出してる。そしてリネのあの審判の最後でも、黒幕は身分が露呈しかけた時になって警察隊員をみんなの前で溶かした。つまりタイミングが良すぎるのよ。あれほど完璧なタイミングで犯行に及ぶなんて、現場に本人がいない限りできることじゃない。3年前のパーティーも、この間のリネに対する審判も、2回とも現場にいた人物こそがそこのマーセルってわけ。なんだ、そんな理由で私を疑っていたのか？ふぅ、それを聞くと少々冗談が過ぎるように感じるな。だがもう慣れたよ。ナビア、君は小さい頃から衝動的になりやすかった。それに
感情に振り回されやすい。まあ、それもまた君の可愛いところではあるがな。今さら昔の話で動揺を誘おうとて無駄だ。先ほどの推理について上げ足を取るつもりはないんだが、それが真実であれば2回とも現場にいたのは私だけじゃないはずだ。それにだ、現場にいなかったものであってもタイミングを測る方法はあったかもしれない。例えば遠隔による監視手段がないとも言い切れないだろう。それは確かにそうだな。これには反論できないだろう。もしかしたら今君はこう思ってるんじゃないか。もう少し調査をして容疑者の範囲を狭められれば私も反論の余地がなくなるんじゃないかと。一番可愛がっていた子に父親の殺人犯として告発されてしまうとはな。誰だって失望せずにはいられないと思わないか。だが真剣に相手をしなければ君を軽く見たと思われるかもしれん。仕方あるまい。ここは授業をするつもりで君に教えてあげよう。さて、先ほどの推理の中で最も重大なミスがどこにあるか君はわかるかい？どこ？君が言ったのと同じさ。タイミングだよ。私は商人だ。商人というのは商売をするものであり、当然そこに少女を失踪させる動機なんてものはない。この件は利益をもたらさない上にリスクも高いのだよ。私は若い頃、故郷であるスネージナヤを出てポワ村長に小さな商売をしにやってきた。その後カーレスさんの支援のおかげでようやく軌道に乗ることができたんだ。しかし私がフォンテーヌを訪れる以前から少女失踪事件はすでに発生していただろう。申し訳ありません、お嬢様。私の調査に穴があったようです。いや、あんたのせいじゃない。これもきっと彼が事前に用意してた言い訳のはず。さあ、まだ何か言いたいことはあるかな。そうだ、営業申請の日付と最初に少女失踪事件が起きた日付を見比べてみるか。それでも足りないというのなら私の入国記録を調べてもいい。もしくは私の故郷スネージナヤに行って私がいつ離れたのかを親族や友人に聞いてみるのもいいだろう。それだけ調べれば君の心にある行き場のない悲しみも少しは和らげることができるんじゃないか。無実みたいね。となると今度はナビアが布告罪に問われることになるわ。カーレスさんが当時考えていたことについて君の推理は非常に行き届いていると私は思う。だがこうして君が今やっていることこそ彼の期待を裏切っているのではないのだろうか。君がもっと理性を持って冷静に対局を見れるようになることを彼は期待していたはずだ。だというのに今の君はただの独りよがりでしかない。そんなこと彼は望んじゃいないだろう。衝動に駆られることなく他人のためを考えられるようになってようやく君は父親の期待に応えられる。そう思わないか。これは元から私一人だけのことじゃない。とっくの昔からそうだった。この事件に巻き込まれてしまった数多くの被害者と私の間に大きな違いがあるとしたら、それは私には真相を求める力があって、今の彼らにはもうないってこと。ロシのせいで家族を失った人、死んでしまった人、連続少女失踪事件で最も愛する者と別れた人、正義感ゆえに粛清された人。私の頭の中にはいろんな人の名前が思い浮かんでくる。ここに座ってるみんなも誰かしらの名前が浮かんできたでしょ。そしてマーセル、今あんたの頭の中にある名前はバシェね。
やっぱりこの名前を知ってるんだ。私はいきなり知らない名前を言われたものだから少しびっくりしただけだ。待ってたよ、その言葉。恋なんて言ってないよ。遅い。食べよ。ついて恋なんて言ってないよ。上に行く必要があるみたいだけど、そのための道がないな。周りを探してみようぜ。先に進むためのギミックが隠されてるかもしれない。属性をミオラさん、手加減なしだぞ。みんながそばに。後悔しても遅いぞ。お前にやろう。これで礼をわきまえる虫けらが。風よ。やっ。はっ。
属性を見下ろさん。みんながそばに属性を見下ろせ。身の程を知れ。やるか。お前にやろう。受け取れ。遅い。どれどれ、何が書いてあろうとこの名探偵パイモンの目から逃れられないぞ。カーレスってこれナビアのお父さんだよな。あいつに関する調査レポートみたいだぞ。なになに？あ、うん、確かにお前の言った通りだな。ジャックとカーレスを誰かに殺させようとしてる。ジャックが任務を遂行するとは思えないからって。これって例の第三者が存在してた証拠になるよな。どれどれ、
カーレスがギャングのメンバーに伝えた重要な情報についてはまだ調べがついていない。あの老犬はどこまでも手強いやつだ。仮にやつが本当に約束を守ったとしても主導権はまだやつの手にある。やつが我々をどうにかしようとすればいつだってこちらに牙を剥くことができるというわけだ。唯一の解決策はあいつを消すことのみ。ああ、確かにそうだ。なら人を送って奴を殺そう。ナビアにさえ手を出さなければ老犬は人を噛んだりしないはずだ。手紙でのやりとりの一部みたいだな。まったく。すごく目立つ池があるぞ。水でいっぱいだ。ああ、ここってロッシを作るための場所だし、この池の中にあるのは全部原料だろうな。普通の水で薄めればロシになって、そのまま使うと人を溶かすことができる。よし、オイラがメモしとくぜ。研究をするための場所っぽいな。実験ナンバー16、ジェイコブ・インゴルドによる原始大会の研究結果に対する検証及び確信を旨とする。実験失敗、原始大会の水に浮かび上がる人間はゼロ。22、23、24号のちょ、うわー、ごめん。でもこんな恐ろしい文章今まで読んだこと。こんな冷たい書き方でこんな怖いことを書くやつがいるなんて信じられないぞ。お前にやる。オイラはもう怖くて読めないから。そのためにこんなにたくさんの実験を。何回も溶かすうちに方法が見つかると思ったのか？どんだけ狂ったやつだよ。あれ、それってお前が噴水のところで聞いた名前だろ。おいら覚えてるぞ。確かそいつは溶ける瞬間を目撃してたんだよな。え、バシェが実験者？この実験をやってたやつってことか？そうだったのか。つまりバシェは被害者なんかじゃなくて、あいつは自分の手で恋人を。あれ、違うな。それだと救おうとし、おう、とりあえずメモしとこう。うわ、全部ロシだぞ。それに原料を入れるための瓶もある。これに入ってるのって原子た…どれどれ。調合中、完成済み、サンプル。ふん、ご丁寧にちゃんと分けてあるんだな。それにフルーツ味まであるぞ。そうだな、一目見たらすぐわかるくらいバレバレだぞ。証拠としての価値がありそうなものは一通り見れたな。そうなんだよな、バシェが一体何者かについては教えてくれるものが一つもなかったぞ。
通りでヌビレットも調べられなかったわけだ。黒幕はきっと馬車の身分に関連するものを全部消したんだろうな。そうなるとここの手がかりを持って歌劇場に行っても真犯人を暴くことなんてできないぞ。おう、オイラだって降参するつもりはないぜ。しても、おやつくらいあってもいいだろう。わあ、本当か、見せてくれ。ベニールってこれ馬車の恋人の名前じゃんか。じゃあお前の手にあるのは、あ、もうただの恋人との日々を書いた日記か。確かに名前がいっぱい書いてあるな。一ページ丸々埋まってるぞ。最後に決まった名前はマーセルだって。いやいや、マーセルってあんなに年を取ってるだろ。あいつがバシェとベニールの息子って、少女失踪事件ってそんなに歴史が長かったのか。おい、おいらはまだ理解できてない。そしてマーセル、今あんたの頭の中にある名前はバシェね。ふーん、やっぱりこの名前を知ってるんだ。私はいきなり知らない名前を言われたものだから少しびっくりしただけだ。待ってたよ、その言葉。待たせたな、ナビア。さすが私の相棒、タイミングバッチシ。このような秩序を乱す行為、一体何度繰り返せば気が済むのだ。別にいいさ、ヌビレット。それほど自信があるみたいだし、さぞ決定的な手がかりを見つけたんだろう。君こそがバシェだからだ、マーセル。お前の拠点を調べさせてもらったぜ。オイラたちにはもうお見通しだぞ。お前は溶けてしまった恋人のベニールを取り戻すために、次々と女性に目をつけては人体実験を行ってた。さらにお前はマーセルっていう身分をでっち上げて、バシェに関するあらゆるものを処分したんだ。なるほど、歌劇でさえこれほど冷酷な悪役はいないだろうに。だとすれば、これでマーセル君の動機についても説明がつく。さっきあんたが言ったタイミングの理論もこれでおのずと破綻したね。マーセル、あんた自分が何で負けたかわかる？ずっと失った恋人を見ているだけで他の人に目もくれなかったからよ。だからあんたは私たちの変化に、私たちの成長に気づけなかった。ゆえにボスが抱いていたお嬢様への期待も読み取れなかったのです。それに我々の決意もな。君たちの決意だと。
被告人、反論があればできるだけ早く述べてくれたまえ。でなければ審判を次の段階に移させていただく。私にそんなことをする気持ちがあったと思うのか。君たちに目もくれなかっただと？どうして私が目を向ける必要がある？君たちの方こそ私のことを見ようとしたか？私のこの苦しみを経験したことがあるか？最愛の人が目の前で溶けていくあの光景は、それを見ていることしかできなかった経験は、誰も私を助けてくれない、私を信じてくれる人もいない。数十年前、失立帝の者でさえ私にこう言った。人が水に溶けるなんてありえない。私は不慮の事故に遭ったから混乱しているのだと。ベニールの死はこうもあっさりと君たち全員に流された。今になって分かっただろう、あれが本当のことだったと。だがもう遅い、一度溶けた人はもう戻らないのだからな。全て貴様らのせいだ。こんな見栄えだけの審判で正義を追求し茶番を求める、一般人の苦痛にまるで見向きもしない。ベニールが死んだんだぞ、彼女と約束したのにだ。どこへ行こうとも一緒だと、そう約束したのに。ずっとこの約束を違えることなどなかった。だが私はフォンテーヌ人じゃない。私は解けないんだよ。おい、オーセルが飲んだのって原始大会の水か？私は解けない、解けないんだ、解けないのだよ。見たか、いけないんだ、私はあちらへ行けない。だったら何とかして彼女を連れ戻すしかないだろう。だというのに、結局最後はあの老犬カーレスにしてやられるとはな。一生をかけてこんなにも用心深くやってきたというのに、あいつのバカ娘にとどめを刺されるとは。被告人の精神状態が少々不安定なようだ。警察隊、彼を取り押さえろ。来るな、誰も近づくんじゃない。私はベニールを救うんだ、まだ彼女との約束が。ベニール、ベニール、ああ、私を責めないでくれ。どうしても私たちの約束を果たしたかったんだ。どうやらこの審判も結果が出たようだな。ナビアさんの告発が成り立った今、タルタリア殿への告発も無効となる。ああ、気にしなくていいよ。最初は少し興ざめだったけど、こうして見事な討論を見れたからね、気分もそう悪くない。では連続少女失踪事件の全貌を振り返る前に、旅人殿、証拠品を警察隊に提出してくれたまえ。被告人マーセル、本名バシェは、恋仲にあったベニールと冒険者として行動を共にしていた。だがとある水中での探索において、ベニールは不用意にも原始大海の水に触れてしまう。そしてバシェの目の前で彼女は溶けてしまった。バシェは人の助けを借り、原始大海の水という存在を知る。それからは女性を拉致し、ベニールを元に戻そうと研究に明け暮れた。さらに犯罪者の身分を隠すため、彼はマーセルという偽名を名乗り、ポワソン町で商売を始めた。研究の過程で彼はあることに気づいた。希釈された原始大海の水には人を高揚させる効果があると。それに目をつけた彼は露紙の密売を始めた。だが資金を貯めながら研究を続ける中、スピナディロースらとの間に衝突が生じてしまう。
長きにわたる表と裏の争い、抗争を経て、彼はあるパーティーを利用した犯行を目論む。そう、スピナディロースらのボス、カーレスの暗殺だ。最後の段階で想定外のことが起こったものの、彼は実行犯を解かすことでカーレスに殺人の容疑をかぶせた。そしてつい先日のこと、バシェは似たような手口で少女失踪事件の罪をリネに着せようとしている。だがその計画は失敗に終わり、原始大海の水の効果も露呈することとなった。その一件を機に彼もまたほころびを見せ、こうして告発され罪を問われた。謎に包まれていた連続少女失踪事件も、これにより真相が白日のもとにさらされたというわけだ。では被告人バシェの容疑について、これより有識に最終的な判決を下してもらう。有史最低カーディナルの審判結果により、被告人バシェは有罪だ。警察隊、バシェを連行しろ。ブラボー、当然の裁きよ。これで連続少女失踪事件も終わりか。私たちって歴史を見届けたことになるんじゃない？まさか真犯人があんな真面目腐った顔のやつだったなんてね。やったぜ、オイラたち役に立てたよな。あいつは罪のない人をたくさん傷つけてきたんだ。これでやっと相応の報いを受けることになるな。あれ、どうしたんだ？お嬢様、お手柄です。ボスが待ち望んだ日がついに訪れました。お嬢様、これからは今までのように気を張らずに済むでしょう。そうね、やっと終わった。あんたたち、それと相棒のおかげでね。パパ、スピナディローズらは私が引き継いでからもちゃんとやっていけてるよ。さてと、実に素晴らしい劇を見せてもらったよ。犯人が捕まり冤罪も晴れた。めでたしめでたしだ。こんな見事な劇を見せてもらえたんだ。冤罪で捕まえたことは不問にしよう。こっちはまだ用事があるんでね、お先に失礼させてもらうよ。いや、少々お待ちいただきたい、タルタリア殿。ん？まだ何かあるのか？てっきり俺はもう用済みかと思ったけど。こたびの一件はタルタリア殿に起因している。審判の工程に従えば最後に罪の裁定を行わればなら。おいおい、まだそんなことをする必要があるのかい？犯人も捕まったことだし、俺みたいな脇役はもう退場する時間だと思うけど。フォンテーヌの法律を尊重していただけると助かる。これは今日まで守られてきた規則だ。はいはい、わかったよ。まったく面倒だな。俺はあの台に立てばいいのか？何をするか知らないけど、さっさと終わらせてくれよ。こたびの事件の公開審判を経て、タルタリア殿は連続少女失踪事件とは直接関係がないと判明した。犯人は他にいるため、タルタリア殿は無実だ。では最後に有史最低カーディナルに判決を下してもらう。有史最低カーディナルの審判結果により、タルタリア殿は有罪。なんだって？おいおい、こんな冗談面白くないんだけど。さっきまで俺のことを無罪だって言ってただろ。なのにこの結果はなんだ？その機会故障でもしてるんじゃないのか？こんな状況初めてよね。ユシキが最高審判官と違う結果を出すなんて。
ファドゥイの執行官ってことはきっと悪事を重ねてきてるだろう。ユシキも多分彼の他の罪を見抜いて正義を執行しようとしてるんじゃないか。けど今は連続少女失踪事件の審判でしょ。この件と全く関係のない罪があったとしても今裁かれることはないんじゃない。ユシ裁定カーディナルの判決に準じて有罪とする。警察隊、規定の手順にのっとり任務を遂行せよ。フォンテーヌ人の誇る審判がこうもひどいものだとは。これがそっちの規則なら俺も自分の規則で行こう。すまない、冤罪であればこちらが調べよう。だが法廷の規則は破らせん。すまない、このような状況は私でさえ初めてだ。だがフォンテーヌ法廷が当初定めた規則により、判決はユシキが示した結果に準ずる。現時点では私もただ規則に従っているに過ぎない。それにユシキがこのような結論を出した理由なら、私よりも尋ねるべきものが他にいるだろう。君たちどうして僕を見るんだ。こんなの僕には関係ないぞ。僕だってなんでこんな状況になったか知らない。もう僕のことをジロジロ見るなよ。フリーナ様、それはどういう意味です。あの方も理由を知らない。ありえないだろ、イスキはフリーナ様が作ったんだよな。そうよ。ねえ、この判決って本当に正しいの。こんな適当なのが正義と呼べるのかしら。コホン、紳士淑女の諸君、まさか事実無根の誤審をしてしまったと思ったのかい。先ほどの判決が誤っており、想定外のものだったと。よもやこの僕さえも実情を知らないと思ったわけじゃないだろうね。たく、さっきまで明らかにそんな感じだったじゃんかよ。このようになったからには説明しないといけないようだ。皆の衆、先ほどのは全てドラマ性を最大限に引き出すための演出に過ぎない。そう、僕の演技も含めてね。どんな劇であろうと脚本なしには存在などできないだろう。つまり全ては僕の想定内というわけさ。ユシキこそが正義であり、その概念の決心。理由のない判決など決して下されはしない。タルタリアが連続少女失踪事件と全く無関係と思い込んでいるのも、虚無の上辺に両目を惑わされているだけ。彼が手を染めてきた行為の全てとその危険性はどれも計り知れないものだ。許されざるものであると知れ。答えは時間が証明してくれる。いずれ僕の思慮深さを、今日の判決の妥当性を理解するだろうさ。はっはっはっは。さて、謎が残されて気になるところだろうけど、今日のショーはここで一区切りといこう。
最初に退廷するのはもちろん主演であるこの僕だ。それではまた会おう。結局逃げることを選んだか、あれは。つまりさっきの水神の話は真に受ける必要ないんだよな。うん、彼女はメンツを保つためにああ言ったのだろう。この件について具体的な原因はおそらく彼女自身も把握していない。だが安心するといい。引き続きこの件は私が個人的に調査する。先ほど約束したように冤罪であれば必ず明らかにしよう。おう、タルタリアのやつが少しかわいそうだけど一応信じてやるぞ。ま、タルタリアも悪いことをいっぱいしてきたわけだし、いつかこんな日が来るって多少は心の準備をしてたんじゃないか。ヌビレット、さっきお前がタルタリアを取り押さえた時に見せた力、お前って一体何者なんだ？ふん、ご存知の通り私はフォンテーヌの最高審判官だ。法を執行する者はそれ相応の力を持つ必要がある。でなければ正義を語ろうにも空論になってしまうからな。ついてこいなんて言ってないよ。Thank you.